全国の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店、作業の藤井です。今日ご紹介していくお車はこちら、新車ハイエース版スーパージェルダークプライム2ディーゼル4駆になります。車のボディカラーは、ガンメタリックになります。では早速フロントからご紹介していきます。まずこちら、トヨタセーフティーセンスがゴリゴトゴリに収まっているのと、あとパノラミックビューモニターのカメラがこちらについています。で、あとフロントにインテリジェントクリアンスソナーが4点ついています。で、カスタム内容なんですが、まずこちら、エンブレム、グリル、ヘッドライト、あとワンダーですね。こちらマットブラックで塗装されています。はい、続いて下の方を見ていただきますと、こちらも人気のカスタムパーツ、 PRB バンパー、ライダーと付きになります。紹介していきます。こちらの車は4駆なので、4駆らしくノーマル車高でさせていただきます。で、こちらの方なんですが、ジャウスのオーバーフェンダーが装着されています。で、あと足回りの方なんですが、マットスター16インチのタイヤとフレックスオリジナルのデルフ04が装着されています。リアです。こちらの、カメラなんですが、デジタルインナー部分のカメラになります。で、こちらがフレックスオリジナルのテールランプ、アルティメットテールランプになります。で、フロント同様にエンブレム、ガーニッシュとも、マットバッグの装飾です。はい、こちらはこちらバックカメラの装着です。で、あとこちらレッドキットなんですが、フレックスオリジナルのタイプ2のレッドキットがあります。論文割されているので、1枚1枚外していただいて、このスペースでご利用いただくと可能です。また高さ調節もこちらのボルトでしていただくことによって、お好みの高さで使っていただけると思います。はい、ダークプライム2の専用コックピットになります。ダークプライム2の特徴として、こういった天井、ピラー等は全て黒で統一されているのと、あと波回り、ハンドル、シフトノブがマホガニ調に統一されています。はい、ナビの方なんですが、こちらカロッツェでは7インチナビが装着されています。で、こちらバックギアに入れていただくと、こちらこういう感じで映ります。で、あとビューボで、あとこちらのビューボタンを押していただくと、フロントに装着されているカメラの映像はこんな感じに映っているのと、あともう一回押していただくと、ドアミラーの下に映っているカメラがこういう感じでナビに映されます。はい、で、あとご紹介するのが、こちらが先ほどご紹介したデジタルインナー部分、カメラで映っている映像がこちらにあります。今ちょっと壁なので見にくいかもしれませんが、映像では鮮明に映っています。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのガンメタの車なんですが、入庫する即完売を見込まれるお車になりますので、ご検討されている方は
とうございました。